トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、人気の韓国、いつから韓国に行けるのということで、お伝えしていきたいと思います。お伝えするのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いします。韓国ですが、今韓国の現状、入国に必要な条件、フライトスケジュールまとめという順番でお話ししていきたいんですが、まとめの部分ではですね、じゃあ実際一体いつから韓国に行けるんだということの予想も含めてお伝えしていきたいと思いますので、動画の方最後までお付き合いをお願いします。まずですね、韓国の現状ですね、韓国陽性者数の累計の合計がですね、138,898名で、累計死者数が1,946名ということです。日本がですね、累計の感染者数が73万人で、死亡者数が 12,691 という数を考えますと、大体約人口半分ぐらいの韓国っていうのは、もう日本以上にですね、新型コロナウイルスの新規陽性者のこう抑え込みにがうまくいっている国ということになってくると思います。で、5月現在ですね、1日あたりの新規陽性者数も大体500名から600名ぐらいを推移しているような形なので、こうだいぶ新型のですね、変異株とかがこう来ている割にはすごく抑え込みがうまくいっている国ではないかなという感じですね。で、当面ですね、韓国政府も1300万人ぐらいを目標にですね、1回目の接種を6月までに終えて、9月末までぐらいには対象者全員に1回目の接種を終えられるようにして、11月にはもう集団免疫獲得を目指そうというような目標を立てて動いているということです。で、現在ですね、必要回数のワクチン接種が済んだ人の割合っていうところなんですが、韓国は 4% までいっています。で、これが日本どれぐらいかというと、日本が 2.4%になります。でですね、次に書いたんですけど、人口問題、いろいろですね、韓国のことをリサーチしてて気づいたんですけど、現政権がですね、発足して以来なんですけど、韓国の出生率がすごくこう落ち込んでて、2017年が 1.05 で、2018年 0.98、 2019年 0.92、 2020年 0.84 と、日本ってかなり前から、少子高齢化っていうことが言われていて、で、だいぶこうね、若い方が減ってきて、年配の人たちが増えてきているというような、流れをどうにかして変えなきゃいけない、国としても変えなきゃいけないというような話題はもうたびたび皆さん耳にしてると思うんですが、そんな日本では大体2019年で 1.36 ぐらいの出生率なんですね。だから2019年で比べると韓国 0.92 ですので、少子高齢化がこれだけ話題になっている日本以上に、今こう人口の問題がかなりこうシリアスになってきている国の一つでもあります。次に書きました、 BTS 防弾少年、ご存知でしょうか？もちろん知ってますよね。すごいんですよ。なんとですね、アメリカのビルボードミュージックアワードで4冠です。トップデュオグループ賞、トップソングセールスアーティスト賞、5年連続となるトップソーシャルアーティスト賞、そしてダイナマイトでトップセールスソング賞を受賞。正直アジアでこんなに、アメリカで売れてるアーティストって多分いないと思いますし、何よりめちゃめちゃすごいなと思ったのが、 YouTube での視聴回数が24時間で1億回を超えた。信じられない人気ですよ。どれだけ見られてるか、そんなすごいアーティストがいる国、韓国であります。続いてですね、韓国に入国に必要な条件と書きました。このビジネストラック、レジデンストラック、ビジネストラックっていうのは主に短期出張者用の、
ので、でレジデンストラックっていうのは、まあ、駐在の方の派遣とか、まあ、交代とか、あとは長期滞在者用っていうことなんですが、まあ、こういったスキームを使ってその種に合った方が、入国しやすいような形を取ってきたんですが、まあ、残念ながらですね、2021年のもう1月からですね、この運用は完全に停止されています。なので、まあ、日本の方がこう韓国に行くっていうのは今現状全くできないような状況になっているので、まあ、入国に必要な条件も何もないかなというような形です。じゃあそんな中、今飛行機は飛んでるのというところなんですが、フライトスケジュールをちょっと見ていきますと、なんとですね、成田空港から、まあ、韓国のソウルまでが、大韓航空で1日1便で、アシアナ航空で週6便、エチオピア航空週3便で、ティーウェイ航空、チェジュ航空が週1便と、結構ね、飛んでますよね。中部国際空港は大韓航空が週1便ですね。で、関西国際空港はアシアナ航空と大韓航空が週2便ずつ。で、福岡国際空港はティーウェイ航空が週1便となっています。ね、全く、まあ、人の行き来往来はなくても、まあ、荷物であったりとかっていうところでこう運航は継続されていっているような状況です。で、ね、最終的にはアシアナ航空と大韓航空もね、もう2年後3年後ぐらいにはこう合併するっていうことなので、まあ、韓国に大きいメガ航空会社がこう、ね、出来上がるっていうのもまた一つ楽しみな部分ではあると思います。最後にですね、まとめでいきたいと思うんですが、実際でいつから、まあ、韓国に旅行で行けるんだというところなんですが、私は2021年の10月ぐらいには韓国に旅行で行くことができるんではないかなと予想します。まあ、そのもう一つ、やっぱり何よりもですね、ワクチンの接種の部分になります。で、韓国政府ですね、5月の26に新型コロナウイルスワクチンを接種した人は7月から屋外でのマスク着用不要にしますということを発表しています。まあ、これはまあどういう意図があってやったかっていうと、まあ、高齢者の方のワクチン接種を促す、まあ、取り組みの一つということで、政府はまあ9月までには人口5200万人のうち少なくとも7割ぐらいの方に、まあ、1回目の接種完了を目指しているんですが、まあ、今現時点ではこの割合っていうのは 7% にとどまっているので、まあ、急いで今9月までには人口5200万人の7割の接種を終えると、まあ、そういった段階になってくると当然次のステップとして、まあ、海外からの人を受け入れたりとかっていうことは当然出てくると思いますし、同様にまあ日本側からもワクチンの接種っていうのはどんどんと進んでいくと思います。そのあたりを考えると10月っていうのは、まあ、可能性としてはあるんじゃないかなと思っております。この動画がですね、役に立ったなという方はぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。それではバイバイ。